新造船の概要につきまして、総トン数は 13,816トン、旅客定員は590名、積載能力は大型トラックが154台、乗用車が146台の大型カーフェリーです。ハイブリッド推進システムにより所要時間を現行より1時間15分短縮しております。本船のプラモナードは国内フェリーで初めて片舷2層吹き抜けといたしました。次に客室の特徴ですが、一つ目は個室客室を91室に現行より24室増やし、そのすべてをトイレ、シャワー付きとしました。590名定員の6割が個室となっております。プレミアムバリアフリーをはじめとして各グレードに車椅子の対応部屋を設定しております。愛犬と一緒に客室に入れるウィズペットルームを5部屋設定しております。船内に4カ所あります50インチ型タッチパネルをタブレットの感覚で見ることができます。以上、サンフラワースラノは様々な特徴を持った次世代型カーフェリーでございます。本当に一日も早くですね、フル稼働状態になりまして、新しくなりましたサンフラワーの、素晴らしい船旅をですね、皆様にご提供させていただきたいなと思っています。